はい、じゃあね、今日からね、キングダムハーツ3に向けて最後の最後のなんだっけ、バースバイスリープ2じゃない？来た、すごい進化が激しい。めっちゃ綺麗、水がスクエア、エニックス。これなんかもう画質とかは3と一緒らしいよ。あ、そうなんだ、最大だね。 0.2 バースバイスリープ。ほら、本当だ、もうキングダムハーツ3の体験版みたいな位置づけらしい。あー、なるほどね。え、すごい。え、画質えぐくないか。かわいい。あ、そうなの、お守りを。背がちっちゃい。ハクは？ハクは？ハクはだ。お姉様。え？どうすんの？可愛いんだけど。さらに可愛くなってない？あ、テラとベンチス。あ、おじいちゃん。出た。おお。情報量が多い。あ、これバースバイスリープの振り返りだね。うん、かわいい。え、あー、すごい、質やべえんだけど質感やべえ。え、かわいい、あ、やめてよ、そういうことするの。なあなあ、おこじゃないで13の闇、闇、あ、ほら、13の闇じゃん。7個の光の守護者、キーブレード持ってる。あ、二人とも偽物だ。うん、僕は辛くない？辛すぎるんだけど。バニタスとゼアノート、うん、え、髪の毛黄色い、黒じゃん。なんじゃ、なんだその笑い方、違うか。あ、そう、あ、ミッキー。え、ミッキーの服それなの？まだマスターじゃない、これでマスターになるんだ。どうなの、かわいい、追っかけてる。あー、やばい、え、マジ、え、こうなるよね、こうなると信じてる。今回もこれでこうなるって聞いてるよな。おじいちゃん、やめて。あー、マシュマロよ、やめてよ。頑張ってくれた。さあ、手を登録したに行きますよ。俺たちの夢、俺を忘れてないよ。お、かわいい、かわいい。手が見える。お、あれ、空の手じゃない？空の手だ。わお、すごーい。え、画質やばい、これ、これやばいですね。これやばいよ。アクアちゃんがより可愛く、わ、すごい、生きてるよ、もう。え、ここ今まで 3D じゃなかったよね、全部絵だったよね。いきますぜ。かわいい、紹介します。僕の彼女は、プレステのコントローラーです。懐かしき、今までもう全然違うコントローラーにね、グッドデザイン賞になってた。キーブレード墓場、キーブレード墓場さんだね。これも青色の、つまり、あ、あのキーブレード、あ、そう、キーブックカバーはもう見てきました。はい、これキーブックカバーの人だわ。あ、なんか目ん玉、すぎすぎの目ん玉が、次の目ん玉埋め込んどくって言ってた。見てるってことね。うん、なんだっけ、マスターオブマスター。ゼアノートとの決戦の日は近い。すごい質感が。我々は7つの純粋な光の心を守る。カイリス、招集されてんじゃん。7人の
光の守護者を揃えねばならない。交換するって言ってた。そのためには10年余り前の悲劇に消えた3人のキーブレード使い、すごいお肌綺麗になった、ベントゥス、テラ、アクアをこの世界に呼び戻すことが必要不可欠だ、はいはいはい、そうですね。最初のゼアノートとの戦いの後、心が眠ったままのベントゥスは、なんてしつこい、アクアが安全な場所に隠したようだ。そうね、そして消息を絶ったテラを探しに出たアクアは、自力では帰ってこられない世界にいるそうだ。はいはい、はい、闇の世界に。ミッキー、アクアとは目の輝きが闇の世界であったんだ。すごい、そうね、世界はどこ、ここ、え、すごい、ここ白雪姫のとこ、すごい動きが、え、何、あ、これ来たことあるんだ、あれ、シンデレラ城、え、ここ鏡よ、鏡、え、ちょ、シンデレラ、シンデレラ、うわ、すごい、え、すげえ、ダークワールド、あ、闇の世界、闇の世界、え、でもこれって闇の世界の中にあるの、え、すごい、メインロード、やっぱシンデレラ城だ、鼻の感じから白雪姫かと思ったけど、シンデレラ城だ、どうです、操作感は、これは今までのナンバリングタイトルと一緒だね、あー、まあ、だ、最初から体力めっちゃあるね、なんか文字とかがすごいちっちゃくなった、うん、アクア自体の画面が広くなってる。今まではね、携帯端末が多かったから。そうだね。すごい。え、すげえ。え、闇の世界のアクアのとこに、なんか見えてるってこと、シンデレラ城、幻、うん、え、全然たどり着かねえんだけど。ん？なんか左の方。なぜ闇の世界に、シンデレラの世界が。そうだよね。なんか左に入れてる、お、ハートレス、ハートレス、待って、ハートレスと戦うのって初めてなんじゃない、あ、そうだよ、さあ、やった、はい、とどめ、強い、あ、待って、強いぞ、さすがでした、終わりだ、え、だってプリンスが途中でなんか挫折してるから、闇の世界に時間の概念がない、すごい、かっこいい、さすがマスターアクア、長く歩き続けてきた、強かった、大変だったね、アクア、光の世界でどれだけ時間が流れたのかわからないけど、そうね、そういうこと、何か時間の概念がないから、異変が起きてるのは確かな、ここにいる間は年取らないってこと、そうね、先を急ごう、最高の世界すぐ闇落ちしちゃうじゃん、秒で闇落ちするんでしょう、さやさん、年を取らない世界があるらしい、行くこれはグライドを使うしかない、え、画質やばいね、うん、ここを進むしかないよ、ね、難しそう、あら、ちょっと厳しい、これ絶対サイさんできない、うん、積んだ、ここであれ、あれ、簡単、簡単じゃん、ああ、あ、これはできるの、それを DDD でやった、これは 3D で、うん、あ、三角で開けるが、あ、待ってました、あ、すごい、街並みまで、このざわめきは久しぶりの感覚、この光景のせいか、これ強いかな、お前たちもざわつき始めたのか、お前たちもざわつき始めた、ざわざわざわ、あ、待って、間違えた、間違えて、ポーション使っちゃった、終わりだ、これまでだ、待って、レベル51なんだけど、やっぱり、あの、続くっていう意味なんじゃない、そうだ、とどめ、30までいい、23とか、
じゃあってことはさ、この闇の世界で経験値を積みまくればさ、あれなんかさ、そういうのなかったっけ、最強になる、時間が進まないところで経験値を稼ぐってなんだっけ、ジャンプかなんかだったよね、あったね。何も疑わず毎日が続くものだと思っていた。マスタークは可愛い、目がすごい、懐かしい、ね、幸せだった光景、あ、デレラシーンジャック、あ、僕今可愛い、懐かしいわ、懐かしいよ、あ、もうここはサムネにしましたね覚えてるわよ、あ、ベンちゃん会いたいよ、あ、ここもサムネにしました、分かってますね、合ってるね、やっぱり、あ、この赤可愛いシーン集ってことでしょ、これそうだね、あとザックスと、あ、ステッティ、かわいい、イズナ、ベン、トゥーマ、あ、パンさんね、パンピータンね、うん、あ、テラ、テラに会いたいよ、そろそろテラに会わせてほしいよな、本当だよ、手塚部長、本当だよきっと、え、てかさ、マジガス読めない、この世界に飲み込まれる全てがそう、え、その質感マジで好きなんだけど、主人の帰りを待つ犬、これ3ってこんな画質良かったっけ、お気に入りの場所で眠る猫、もうなんかありがたみを感じずにプレイしてた覚えがある、そうね、木々や花々、え、だってあのさ、パイレーツオブカリーの時の意味やばかった悲しみに飲み込まれることと同じ、嫌だった思い出しかない、ここはたくさんの悲しみで溢れている、うわぁ、やば、美しい、美しい、洋服のディティールまでわかる、うん、これで生地感もわかるか、進もう、振り返っていても何も始まらない、そうね、なんか字ちっちゃくない、え、え、待て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 、聞いてないぞ、これはテイルズシステム、やり込み要素、やりたい、てるな、やり込みたいが、ちょっとそんな時間ないんだ、俺にはまだ3をやらなきゃいけないあれ、あら、シンデレラタイム12時だ、なんかない、え、怖い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 、え、これよくホラーであるやつ、お分かりいただけただやめてやばい、どうしてくる、え、5時だって、時が進んで道が途絶えた時が進んで道が途絶えた、戻す時を、時を戻せれば、そうね、時間の概念がない闇の世界でなら、もしかして、そうね、なんか難しそうだ、歯車、インボリュート作法、ここをこういじればいけるっか、あ、待って、理系悪大丈夫、歯車の比率がちゃんと計算したもん、あ、いた、ピュン、跳ね合い、すごい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 、おお、すげえすげえすげえ、あ、戻ってる戻ってます、お分かり、あ、1時間戻りましたよ、アクアさん、1時間だけ戻りました、え、え、1時間かけて薬出たということ、やっぱりそう、そうね、あと2回叩けばいいの、あそこ、いや、あと4回でしょ、あ、魔法はかっこいい、かっこいい、歯車を見つければ、そうね、すげえ、ファイがブリザがサンダが使える、まずサンダ、え、すごーい、めっちゃ綺麗、あ、初宝箱、さあ地図かな、あ、出た、その開け方は、その開け方はね、変わらないのね、知っているわよ、あ、すごい、え、ないない、すごいすごいすごい、え、すごい、え、すごい、あ、とどめしない、オッケー、ごめんなさい、これでまた1時間大変よ、あと、あ、
なんかそういうの見せないで。本当。やっぱな。本当にね。私感動しちゃうんだから。はい、終わりだ。もう終わりだ。ニコ。いいよ。完璧。3人で戦ったね。難しい。3回目がそれだ。お、え、結構距離あるけどな。よいしょ。あ、あれ？いけた。やった！はい！とどめ！あ、ちょっと上は最後か。すごい。わお。あと、もうちょっとでシンデレラスーパータイム。うん、フィーバータイム。あら。それまだ持ってんのかな、ちゃんと。まあ、持ってるんじゃん。さっきキーブレードにつけてなかったっけ。それなくさないよ。マジックリッシュ。出た。終わりだ。はい、くらえ、はい、くらえ。これまでだ。なんだか。すごい。ただめ。はい。勝利。あ、これで。あそこに行きたいよ。シンデレラタイム。発動。出た。危ないとこにみんなで座って語り合ったのような。あ、綺麗な。気持ちいい。いいね。出た。これね。使ったよ。セーブなの？あ、セーブ。なんじゃら。これ使っちゃったら歩いてみる。そう。OK、ブリザガン。うお。来た。当たってる？ああ、し。強い。すごい。え、関係性と OK だったかな。キュート。めっちゃバーサバイスリープじゃん。俺さ、2の次3やったからさ、全然さ、あの戦闘システムがわけわかめだったんで。あー、そっか。俺多分3、やっと使いこなせる気がする。世界思い出も壊していく。行くぞ。行こう。あら、シンデレラ城も綺麗。時間を巻き戻せたらどんなにいいだろう。3人で一緒に星空を見た、あの夜に戻れれば。そう。また振り返ってる。そうだよ、進むんだよ。そんな、出ろ。どうしてここに。わお、かっこいい。光の世界にまさか戻れていなかったの？それとも光の世界が。どうして何も言ってくれないの？とイメージにした。やだ。あなたはこの場所が見せた思い出、それとも弱気になった私を叱りに来た。確かに。あ、悲しみ。やだな、私に。つらい。思いはその場所にも宿る、うん、世界を奪われた人々はどこへ消えてしまったのか。ぐちゃぐちゃになってんね。この世界の住人は闇に落ちるのを免れた。それを確かめられただけでもよかった。うん。
今度はどこ？この世界も闇に落ちてしまったの。何？あ、いろんな世界もあんの。あれは。そうね。あ、白雪姫の保管されてた。あれ？出た。あ、幻。え？でもあ、ちゃんと眠ってるはず。あなたも何か伝えに来たの。必ず起こすと約束したのに。服の質感がやべえ。ごめんね、マジ薄着だよ。あなたを目覚めさせるために帰らないといけない。だってちゃんと着てるのに。闇に溶けそうになる私の心を全部開いて、つなぎ止めてくれているのはあなたの存在よ。鏡。鏡。鏡よ鏡。あ、そっか、鏡よ鏡。この鏡は白雪姫か。なんかこいつ負けた。何？やめて。引きずり込まれちゃった。またスタンド使いが。うわ、どこ？すごい。あれ、ここ白雪姫のお城の中。来たことある。画質が向上してる。やばくない？やばいんだけど。鏡が、鏡すごくない？鏡すごくない？怖い怖い怖い。なんだ、何するのよ。どこ行ったの？ガチャガチャするってこと？何が起こってる？ガチャ演出、うん、やばい。するよ。私はそんな廃課金にしないで。返して、課金沼から抜け出したいの。鏡を追えば何かわかるかもしれない。そうね、これが鏡の中の世界。前はなんか顔、鏡の中の男と戦ったよね、テレビ。お、正解っぽい。なんだ？自分の虚像に振り回されるなんて。怖い。なんだ？巨像は心うつろなお前の方だ。怖いよ。うつろなものか！私の心はここにある！倒したでござるよ。テラ、ベン、それに自分の幻まで、どんな意味があるの？なんだよ。帰ってきた。あ、漏れちゃった。漏れちゃった。先に進めたぞ。お。終わりだ。すぐ。よし、オッケー。自分強い。ご巡回。まただ、この野郎。
行け。よし倒したぜ。倒した、ついに。これで全部か。よし。テラもベンも何も話してくれなかったのに、自分の幻は心を揺さぶることばかり。めっちゃ揺さぶられた。闇に落ちろって、溶けてしまおうって。お、まさか自分の幻に苦しめられるなんて。闇の世界に落ちてから独り言が増えてたけど独り言が増えてたってよ。まるでいつもの自問自答のように語りかけてきた。自らの心の弱さ、誰もいない闇の世界、長い時間暗闇の中にいたせいで、ああ、今まで見えなかったものが浮き彫りになった。独り言が心の弱さに闇が入り込んで染まり始めている。この世界もこっちに。あ、テラとベン。ベンちゃん、どこ行くの？ああ、やだ。消えないで。また幻。たとえ幻でも、闇に飲まれることになっても。やられたぜ。会いたい。かわいい。会いたいよね。キュウリ？ビバラじゃない。バネ巻いてあるよ。邪魔をするな！スプリング構造になってる。進化してる。ビバラの森。待って。すごい。ウェイ。やっね。どこだテラベン。誰？お、出た。久しぶり。どうしても私に合わせないつもりか。こいつの出演確率高いやん。高いよね。ワイガン。よし勝った。魔法が強い。待ってテラベン。うわーくそ、もう一体いる。すごい、アトラクションみたいに配置されてる。オッケー、サンダガン。ウェイ。めっちゃいる。地獄絵図や。うわあ。でもそっか、こいつ出てきたよね最後。これはいっぱい出てきた。お、なんか集めてるよ。見られた。ダークサイド倒せ。あ、ちょっと次だ。こいつはセイッカッソレッテイ終わりだ。ほら終わりだ。よし倒した。お、すごい。すごい震える。いいよ。うわあ、あ、なくなった。勝利。テラ、ベン、
アクア。あ、俺は喋れる。テラ、話せるの？俺が見えるのか？もちろん、ベンも見えてるわ。ベンもここにいるのか？テラ、どうしたの？あなたには見えないの？ってこと？ここはどこだ？闇の世界に飲み込まれたエンチャンテッドドミニオン。世界は闇に飲まれたのか？どうしたの、テラ？あなたは本物のテラなの？私の心の弱さが見せた幻ではなかったの？ベン、あなたは話せないの？ベンちゃん寝てる。目が開いてないで。落ち着くんだ。俺は本物であって、本物の姿ではない。どういうこと？俺をテラと呼ぶのなら、アクアに見えているのは俺のかつての姿だろう。違うノートじゃない。しかし見えているのは心の中にある過去の俺の姿。あら、この今の俺は暗闇の中にいる。髪の毛すげえ。 あなたもこちらに、闇の世界に来ているの？ちゃんとセットしてる感あるよね。心だけが闇の世界につながってる。だからこうして話せているんだ。ベンもすごいけど。だが俺には何も見えていない。めちゃめちゃセットに時間かかる。もしベンが見えているのなら、俺の姿同様お前の心が見せている幻だろう。うん、そうなのね。じゃあ、あなたもベンも元の世界にいるのね？おそらく。よかった。でも、なぜここに？つながり、闇の中に悪を感じた。でも、なぜあなたの心は闇の世界につながっているの？暗闇の中って、どこにいるの？知らないのか。俺のことはいい。それより、ゼアノートはベンを探している。ベンは見つけられないわ。安全な場所に隠しているもの。姿を現しても何も話してくれないのは、まだ安全に眠っているからだと思う。やばいやばい。テラ、テラが。ダメだ、抑えきれない。それは目覚めの部屋か？そう。あなたは誰？そうって言っちゃったわ。何を言っている。俺はダメだ。アクア、テラ、俺はまだゼアノートと共にある。奴は俺を使い、ベンの居場所を聞き出そうとしたんだ。黙れ。俺は諦めない。アクア、お前もやりたいから声変えてんだ。まだ抗うか。テラ、テラをやめなさい。あ、ベンちゃん、このまま闇に溶けてしまえ。そんなこと。ベン、起きて。ベン、起きて。テラが大変なんだ。させるか。すごい、さすがテラ。ごよ。テラかっこよすぎない？好き。このまま闇に溶けて。ダメだよ、アクア溶けちゃう。あ、ミッキー。アクア、大丈夫かい？あ、助けてきたよ。え、ミッキーと一緒に戦えるの？やばい。激アツ展開。ミッキー、どうして？あ、テラ、ベン、話は後にしよう。うわ、どこの TV だ。闇に救うもの。いつのミッキー？ハートレスだ。古いミッキー。バイガン。おーし、バイガンって。倒した。あれ、ミッキーの目がない。顔色はやめておこう。
それにしてもまさかこんなところで再会できるなんて思いもしなかった。一体何があったんだい？テラとベンを見ませんでしたか？君しか見なかったよ。私の心の弱さが闇につけ込まれました。あら、そう。でも大丈夫そうだ。はい。ずっと君たちを探していたんだ。どうして闇の世界に？光の世界ではどれくらい時間が経ちましたか？約10年。あ、じゃああれか、もうあの、そうですか。 3D の後だね。だよね。私はあの後ベンを安全な場所に隠しテラの元へ向かったんです。うん。しかしテラを闇に奪われそうになり、それを阻止するには私が闇の世界に残るしかなかったんです。そうだったんだね。ミッキーこそなぜ闇の世界に？光の世界に何が起きているんですか？いくつもの世界がアートレスに襲われて闇に飲まれてる。それぞれの世界の心が奪われているんだ。あれ違う。これ以上の闇の侵食を防ぐためにも、光と闇双方の世界から扉を閉じなければいけない。うん。あれ？それには闇の世界にある鍵が必要なんだ。え？それで闇の世界への入り口を探していたんだけど、世界の境界は不安定になっていてね。光と闇の狭間にある世界では、どこかの世界が闇に飲まれるたびに闇への入り口が開閉していたんだ。そして闇の中に懐かしい光を感じたんだ。そのつながりをたどって進むと君がいた。バーズバイスリープの次の話だから、きっとテラとベンがミッキーとの再会に導いてくれたんだと思います。ミッキーずっといないもんね。うん。しかし世界はまた闇の脅威に。テラは光の世界にいないのでしょうか？まだ見つかっていないんだ。あ、そうですか。ミッキーも知らないんだ。でもテラはまだ戦い続けています。心は闇に落ちていない。私にも諦めるなと言っていました。そうなんだね。それなら安心だ。はい。でもベンの方は私が戻らなければ目覚めません。だから私は光の世界に帰らなければいけません。うん。じゃあ鍵を探して一緒に帰ろう。帰り道は分かっているんですか？いや、それが入り口を探すのがやっとで、ね、帰り道のことまでは考えてなかったんだ。でも二人ならなんとかなるさ。相変わらずですね。暴走が抑えられなかった時。抑え込めない。導く心のままに。ずいぶん古い言葉を使うんですね。大昔のキーブレード使いたちが交わした言葉。言ってた、ね、今はキーブックこの言葉を信じてみたくなったんだ。なんだっけ。さあ行こう。はいはい。ミッキーがいる。あー、ついてる。ミッキーを従えた。え、かわいい。ミッキー、これ出口だよね。見つけちゃったよ、ミッキー。ミッキー、これ出口だよ。わーお。ここは、あの子たちと出会った世界。ん？本当にたくさんの世界が闇に飲み込まれているんだね。アクアはこの世界を知っているのかい？いつかディズニーのミッキーもああやって目が変わるのかな。ここを訪れた時、キーブレードを継承してもいいと思える子たちがいたんです。でもすでにテラが継承していたようなのでやめたんです。
リクね。え、まさかその子たちの名前は。確か空とリク。なるほど、じゃあきっとここに鍵がある。今僕と扉を閉めようとしているのはアクアが出会ったその二人なんだ。あの二人が、彼らがキーブレードを初めて手にしたつばつけついたから、ね、その裏となる闇の世界側のここに僕が探している闇のキーブレードがあるはずだ、うん、闇のキーブレード。時間がなさそうだ、急ごう。闇キー、すごい、どこ。あ、そこだ、そこだ。わぁ、出た。あとです。あ、溢れてる。なんちゃらタワー。逃げて。ちょ、なってる。うわぁ、来いや。すごい、すごい。あ、捕まえた、捕まえたんだ。行くぞ、叩け、殴れ。いいぞミッキー、かっこいい。ミッキー、すごい、すごい、ミッキー、かっこいい。行くぞ、ウェイ。すごい強い、ミッキー、すごい、ミッキー。よし、倒した。まあまあ、ミッキーがいたからね。そうね、マイキーいたから。必殺技した、トーマンの頭。この奥へ行ってみよう。闇の世界のディスティニーアイランド。闇落ちディスティニーアイランド、闇落ちしてるけど綺麗なね。ね、あ、きっとこの中だ。扉、あ、本当、あ、あら、あ、これでミッキーのキーブレードがこれになるのか。そのキーブレードが、本当だ、これが僕の探していた鍵。闇の世界のキーブレードだ。闇の世界のキーブレード。二人が闇の扉を結ぶ。二つの鍵が扉を結ぶ。これミッキーのやつじゃん。これキーブレードって何がついてるの？光を封じる闇への扉。光あるもの。これミッキーのがついてるわけじゃないよね。鍵はこれで揃った。見えないよ。あとはこちらから扉を閉じるもの。それは。あ、ついてる。光と闇を結ぶ扉は、心に光を持つ者は通れない。つまりそこから闇があふれ出しているんだ。そこを閉じるには光と闇のキーブレードと両側から扉を閉じる者が必要なんだ。ほうほう、それならミッキーがキーブレードを使って私がその間に扉を閉じます。いや、扉を閉じる者はもう決まってるんだ。リク君、リク君だよね。うん、眩しい。俺、アクアがどうやって出るの。あ、リク出た。ちょっとこじらしてたからね。うん、世界の画質がエグかったってこと。実は。あの扉が出た。これ知ってるよ。キングダムハーツの扉。僕はどうしてたんだろう。あれは君が知っているキングダムハーツとはまた別なんだ。ね。少し規模の小さい世界の心のキングダムハーツ。あ、ちっちゃいんだ。真のキングダムハーツではないけれど。うん、このまま開いた状態にしておくと、ここから闇があふれ出して世界を覆ってしまう。
まだ序の口っていうこと、あんな頑張ったのに。この鍵と光の世界にいる空の鍵を合わせれば扉を閉じることができる。あとはリクさえ来てくれれば。空、リク、あれは、あ、来た、リク。これで揃った。アクアも一緒に。しまった、やばい。させるか。いいぞ、かっこいい。アクア、また捕まえた、得意の。アクア、行ってください。でも、ああ、上半身が。扉が消えちゃった。服が。光の世界の戦いは。まだ続いている。テラとミッキーの言葉でそれを知ることができた。だったら私はもう少し闇の世界にとどまろう。鍛えるってこと？もし誰かが闇の世界に迷い込んだ時には力になれる。すごい。私につながる道をたどれるよう、闇を照らす光となろう。なんか強かったもん。そしていつかテラとベンの元に帰る。私はマスターアクア。かっこいい。心配は必要ない。かっこよすぎない？かっこいい。心配ないって。アクア、服が。あ、初期ミッキー。そうだ。ミッキーに。お、どうした？リクは？どうだ、そこでそれ。あ、それそれ。どこがこの時服着てないんだ。あ、ほら、一緒に鍵をかけよう。かっこいい。そういう裏があったのね。なるほどね。じゃあミッキーはアクア立ってたんだ、この時。ふーん、すげー綺麗。綺麗。君も。気持ち悪い。今気持たせてたよ。ギャルゲーやってから今。ヤクはずっとここにいれば吹けないってことに気づいたんじゃない？そうかもしれない。星空。さやさんもここに留まるよね。うん。でも一人ぼっちは寂しいかな。また一人か。こじらしちゃう。すごい。よかった。世界が再生するのね。これでね。お、そしたらどうなるんだ。なくなるから完全な闇になるってこと？そうだ。闇に溶けちゃう。鍵が導く心のままに。私はここにいる。悲しい。何？うつエンド。マジか。なんで？マジかよ。助けに行くから待っててね。お。あ。お。出た。誰？ロクサス？かすかにアクアの声が聞こえた気がした。ほら、アクアは俺を助けるために。あ、今振り返ってた。どうしてもっと早く話してくれなかったんだ。アクアが望んだことなんだ。たとえそうでも
もっと早く助けに行くべきだった。帰り、俺たちにも話してほしかった。ムッとしてるよ。まあ待て、リク。王がアクアと再会した時でさえ、闇の世界へ行く方法を探すのは容易ではなかった。仮に行く方法を見つけたとして、なんかライティングがすごくあった。アクアを無事に助けて戻れる力を持つ者はいなかった。だから私が禁じたのだ。語ることさえな。なぜ語ることも？知れば今のようにお前や何より空が無謀に乗り込もうとしただろう。でも、もう準備は整った。僕とリフトで、アクアを探しに行こう。ああ、魔法の光。もちろんだ。うん。ちょっと見ない間に随分変わったね、リク。そうか？うん。なんだか空みたい。あらま。それ、褒めてるのか？もう大人ぶるのはやめたんだ。あら。心のままに自由でいたいと思ってる。いいわよ。確かに空っぽいな。ドリームイーターとの触れ合いが良かったみたい。リクはリクだよ。マスターも私も少しでも力になれればいいのですが、どうすれば？新たなキーブレード使い、カイリとリアのことは魔法使いマーリンに頼むである。リア？アクセルのことだよ。彼は人間に戻って空のことも助けてくれた。心配しなくていいよ。かつてさらわれたからね。アクセル。じゃあリク、僕たちも出発しよう。まずは闇の世界への入り口を探さないと。王よ、これを持って行きなさい。三人の妖精からの贈り物を預かっている。何？リクと二人分、闇に対抗する新たな衣。新たな衣。ありがとうございます。ちょっと来てよ。いいバッグに入ってない。ね、あれがミッキー柄なんじゃない？行こう。そういうこと。めっちゃいいバッグでしょあれ。高そうな。界隈。眉バッグ欲しいな。ここはどこ？あ、お部屋だ。待ってたんだよ。何帰ってきた？ずいぶん遅かったけど、何してたの？秘密。秘密。ドリームただいまー。わー。もういないじゃんみんな。あれ？もうスリーのリクじゃねえ、空になってる。みんなにはそれぞれ使命があってな、先に立ってもらった。なんだよ、挨拶もなしに。かわいい。遅かったぞ。だから挨拶もなしで別れたくなかったんだよ。遅かったぞ。そうじゃなくて。まあまあ落ち着きなさい。ゼアノートを倒すには悲しみの中で眠る者を再びこの地に迎えねばならない。これは最初に話したな、ベンツ。今回の承認試験は目覚めの力を手に入れる旅でもあった。ほうほうほう。だが空は最後に闇に飲まれたことで新たに身につけた能力が完全ではない。さらにゼアノートの器とされかけたことでこれまで身につけた能力の多くが失われている。あんなにレベル上げたのに。それは自覚しているのではないかな。あれ、そのゼアノートのせいじゃんね。大丈夫、いつものことだし。確かに。うん、毎回経験値リセットされてる。リクが賢者アンセムから受け取った心を戻す手がかりとなるデータの解析もチップとデールに頼んである。優秀なの。これも大きな手助けとなるであろうが、何よりゼアノートの企みを阻止するには空の力が不可欠だ。空が心のままに進むことで七人の光の守護者が揃うである。まずはこんなのやらされてあるあとにスリーがしばらく発動してたら辛くない？全てを取り戻すことはできないだろうが、
今回の承認試験で得ようとしていた目覚めの力だけは完全な状態にしなければならない。ほう。かつて失った力を取り戻したヒーローの元を訪ねてみるがよかろう。ヘラクレスのことか。何かヒントがあるかもしれない。そうだ。ですね。ですです。よし、出すな。一緒に行きます。やっと。もちろんそのつもりだ。久々に。空を助けてやってくれ。最高かよ。やったぜ。グーフィー。ああ。空はマスターにやるじゃったし。え？まさか落ちるなんてびっくりしたね。ひどいこと言う。僕たち3人で一人前だね。出た。自分で言うなよ。いや、やっとまた楽しくなりそうだね。楽しくなりそう。旅行じゃないんだぞ。旅行だよ。出発だ。おう、かわいい。行ってきます。よくはくれないの。確かにこれで3になるのね。ほら、グミシップ。あれ、これなんか3で見たぞ。どうやって行けばいいんだ。よし、出発しちゃうだよ。前とは航路が変わってるみたい。これ見たことあるよね。イエシッド様は空が心のままに進めって言ってたよね。そうだ、どっち。それ考えてるよ。何も浮かばないんだよ。かわいい。前に言ったことがあるんだから、その友達のことを考えてみたら。さすがグーフィー、ヘラクレス。どう？何にも浮かばないよね。浮かぶはずないよね。神が導く心のままに。あ、何それ。これまで何度か旅立つとき、イエシッド様が必ず遅くと言ってたよ。そうなの。さすが。聞いたことある。嘘。そら耳だったのかな。グーフィーには聞こえてたみたい。鍵が導く心のままに。鍵をかざしてみたら。やってみるよ。いいね。回るキーブレード。レッツゴー。よーし、オリンポス目指して出発だ。わあ、そういうことだったのね。だ。またつながるって。ですね。あら、アクア待っててね。お、動いてる。ね。息してる、アクアが。もうちょっと、このぐらい。バトレポ。恥ずかしいから見ないで。やばいよ。はい、じゃあ終わり。おしまい。